い、皆さんこんにちは、カゼントです。こんにちは、トクです。お前何ふざけてんの。ふざけてないですよ。だいぶふざけてるだろ。酔っ払ってますよ。今ここどこ。居酒屋です。大阪だろ。大阪です。バカかお前。ということでですね、皆さん今日は、パワちゃん大阪大会の方に私たち参加してまいりました、はい、どうでしたか。 ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか。どうでしたか。いや俺は、うん、あの DVD さえうまくいけば、うん、あの本当言い訳じゃないですよ。言い訳だよ。そういうの言い訳って言うんだろ。DVD さえうまくいけば、うん、俺はあそこに上がっていた。壇上に上がっていた。ダンジョン。ダンジョンにベスト8には入れた。だからそういう言い訳やめようぜ。カズさんは。いや俺全然ダメだった。ですよね。うん、悔しいんで札幌行くよ。マジっすか。行くよ。ありがとうございます。ということでですね、今日はそのパワちゃん大阪大会を経てですね、まあ仲良くなった精鋭たちですか、今日戦った同志たちにね、集まっていただきました。はい。でそれぞれ皆さん多分出てくれるんだよね。 OK してくれてるんですよね。オッケー。ありがとうございます。ということで、まあそれぞれ皆さんね、感想を、聞きながらやっていこうと思います。まず一人目、シングルさん。お前シングルさんはですね、YouTube でいろいろ動画も上げられている方でして、明日、明日ですね、コラボ動画という感じでですね、いろんな動画をね、撮っていこうと思っております。シングルさんよろしくお願いします。はい、こんにちは、シングルです。緊張しすぎでしょ。いや、もうちょっと待ってるのもあるんで。嘘でしょ。すいません。今日どうでしたか。いや、ほんと貴重なお時間を、今日は徳さん、カズさんともにずっと一日ちょっと過ごさせてもらって、はい、貴重なお時間を使わさせてもらいました。本大会というかパワちゃんはどうでしたか。本大会はギリギリ、うん、トップ100内です、ね。おー、はい、ちなみに上高何パーセント出るんですか。上高、89ですね。お、はい、私と一緒じゃないですか。一緒ですね。はい、はい、ちょうど、はい、100内に残れてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。シングルさん、せっかくなんで動画の紹介とかなんか宣伝してください。どんな動画上げてるんですか。今ちょっとアルコールが回ってて全然頭回らないんですけども、はい、ですね、つい最近1000人のチャンネル登録者を、達成したばかりの、まだ全然、動画投稿して間もない。お前バカにしてるだろ。それもうだってそもそもそのかぶりもんがバカにしてるぞお前。そう、ね、動画投稿して間もない新参者なんですけども、うん、もしよろしければ、お前さ、そんな肩組んでるけどお前年上だぞお前。そうなんです。実はこう見えても僕ね、そう27歳になります。ほら、はい、でもアミーゴです。まあまあそれはいいよ、それはいいよ。笑顔。そうだよ、はい、ぜひまあ一度またこちらのチャンネルを見ていただければ。そうと思います。ちなみに、はい、明日撮影するじゃないですか、はい、どんな動画撮ります。そうですね、僕いろいろ考えてるんですけど、はい、対決撮りたいでしょ。はいはいはい、あと何撮る。そうですね、今回のパワちゃんでもありましたけど、はい、ドラフト会議みたいな形、うん、あれすごい面白いなと思ったんですよ。ああいう形で。お前ふざけてるだろ。完全に全然俺はシングルさんの話入ってこないもん。お前のせいで。ああいう形でもうちょっと選手もう企画練ってるんですね。そうですね。じゃあ僕もう、まあ、僕ら委ねますよ。委ねてもらうのはちょっとあれなんですけども、でも、はい、今回、うん、ほんまにドラフト会議自体面白いと思って、はい、ああいう形で一度取らせてもらいたいなとか。なるほど、はい、どうですか、トク。いや俺もそれもカズさん今それ初めて聞いたかもしれないですけど、もうすでにそこは事前に打ち合わせしているところ。いつ話してたの。いや俺が LINE してたんだよ。意識上げてください。ちょっと待てお前、バカかお前。おい、まあでも俺も本当大阪大会すげえ来れてよかったです、うん、やっぱいろんな方たちと関われて、うん、本当シングルさんが初対面じゃないですか、うん、いや俺も初対面だよ。そうですね、でこうやっていろんなことができて、うん、で明日も一緒に動画撮れて、うん、でそういうのがすげえ嬉しいです。いやービーズが流れてますね。いいっすね。いやでもね、俺一番嬉しかったのが、俺結構さサクセス集中してるふりしてたじゃん、はい、でその中でトクがいろんな人と会話してるのを見てね、俺もね涙出そうになったぞ、はい、いや俺もすげえ嬉しかった、びっくりしました。なあ、去年考えたら、うん、信じられないぐらい声が上げて。そうだよ、これもですね、もう本当に皆さん一人一人のおかげでございますよ。ありがとうございます、ね、ちょっと目薬ない、目薬。
あのスライム型のだろ最近流行ってる。いやでも本当に嬉しくて、うん、本当感動しちゃいました。ありがとうございます。よかったね。なんかシングルさんないですか。そうですね、いや僕も、はい、あの本日パーちゃんやったんですけども、うん、基本的にはやっぱりカズエンドさん、徳さんにご挨拶させてもらう日っていう認識でいたんですけども、はい、それが徳さんが人気すぎて、うん、ずっと席を離れてたんで、そうだよ、全然そのコミュニティを取れる機会なかったっていう。本当にずっとあの皆さんに声がいたんですね、それは。いや本当にそうなんですよ、うん、もうちょっと僕に対しての時間を作ってほしい。そうだよ。でも本当に嬉しかったです、うん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ちょっと酔っ払ってんなお前も。いやでもさ、我々はやっぱり言い訳じゃないですけど睡眠不足だから。言い訳ですね。俺さもうびっくりしたから、新幹線での徳の顔。それもうそれ出しました。出そう、今出しました。もう口開けて寝てたから。ひどいから、あの顔。今もだいぶ来てます。うん、で今何人いるんですか、ここに。10人ぐらいの精鋭がいるということで、はいはい、何の動画撮るんですか。もう8分ぐらい経つけど、私のアカウントが今動画出てると思うんですけど、はい、SR ガチャ券、SR10%、30% ガチャ券溜まってるんで、今一緒にいられる精鋭たちとパワーちゃんをね、うん、一緒に楽しんだ方たちに1枚ずつ順番に引いてもらって、最後楽しんでいきたいなと思います。じゃあもう早速ベスト8に入った方を呼んじゃいますか。イケメンからいきましょう。イケメンからいきましょう。じゃあシングルさん、また明日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいですね、このアットホームな感じ。うわいいな、それ。どうしたんですか、それ。どうも、徳です。いやそっくりだろ。中高月。中高月。え、でもマジそっくりじゃん。いや、俺よりでも100倍イケメンです。いやいや、そんなもん。それは誰もが思ってるけどさ。お名前何さんですか。タイタイです。タイタイさん、はい、なんでタイタイさんなんですか。名前がタイキっていうんだけど、あだ名がタイタイです。タイタイ、はい、タイタイさんはベスト8に入られたということで、何ポイントだ、はい、何パーセント出したんですか。94。いやすごい。ちょっと待って、本当にすごい。何回目のサクセスで94出たの。1回目です。あ、持ってるよ。いやすごい本当に。いや、うん、だって俺偉そうに言いますけど、偉そうだよ。あそこに、うん、壇上に上がったベスト8の他の方たち、16に入った方たちって言ったら、やっぱり課金者、うん、すげえ課金してデッキ層という人たちが多いんで、イベキャラたくさん持ってる君ね、はい、うん、その中でやっぱタイタイさん全然違うんですよ、うん、イベキャラもある程度限られてるというか。はい、はい、まあ、どっちかというとなんか僕に近い無課金じゃではないけど、うん、イベキャラがあんま揃ってない中で、うん、やっぱあそこに上がってくれたっていうのはなんか俺も希望持てますし、やっぱなんかパワープロまだまだなんかいろいろ頑張れるなって俺も思いました。S4 ですか。すごい。いや本当すごい。周りはもう強敵ばっかり。いやでもね、俺ちょっと一言挟ませていただくけど、あのトモさんにしかり、まああの命さんだっけ、はい、しかりそうだけど、チャンピオンね、やっぱり課金そこそこしている層であっても、あそこをやっぱり8位以内に最初に入るっていう能力は皆さんあるよ。いやすごい。俺ないもん。すごい。だってトモさん一回。そうでもないスコアで一回終わってるじゃないですか。そうだよね。あそこさん大丈夫かって一回なったじゃないですか。みんななんかざわついたもんね。はい、そっからしっかり最後もう一回4位かなんか入ってきたのはやっぱすごいっすね。本物ですよね。ちなみに今回 94% ね、はい、出されたということで、なんかどういうのを意識して出されたとかなんかありますか。まあ、とりあえず大好物を入れて、うん、前者に前日の前者に夜から、まあ、徹夜してずっと意思を割りながら徳島から、はい、さすがです。立川のイベントをせず上高だけを、すごいすごい、もう何十回と。え、ベスト8に入ろうと思ってプレーしてたんですか。そうですね、去年が20何位かで終わったんで、今年はちょっと前に行きたいなっていうものみで。いやーすごい。すごいよ。で、このユニフォームですか。そうです。これはね、うん、もうもらいましたね。すごい。なんで17番なの。俺ずっと思ってたのに。これ2017。そういうこと。え、皆さん知ってました、知らないでしょ、全然知らなかった。知らない。あ、だからなんだ。まあでも本当におめでとうございます。あの準決勝では惜しくも負けてしまいましたけども、あのなんか札幌大会もしかしたら行くかもしれないということで、もしかしたら一緒に行こうよ。そうですね、うん、資金さえそうだよ、もし整えれば
あの K1 チャンプも一緒に行くから、ね、そうですね、K1 チャンプも一緒に行くから、まあ、機会はね、はい、ということで、トク何弾いてもらう？好きなの弾いてもらって構いませんので、何でもいいですか？何でもいいですよ、はい、じゃあセーフティーもう SR でも僕今回あの一応予選3位やったんで、はい、ちなみにデッキとかなんか何だったとか。デッキは、はい、今すぐパッと言えないんですけども、はい、お酒が回ってる、もうちょっとお酒が回ってるいいっすよ。あの3位やったんで 30% オーケー、はい、おガチャ券 お願いします。ぜひ引かしてもらいます。いいですか？全然もうぜひ。じゃあ、お願いします。嬉しいです。ガチャル頼むよ。あ、これでも来たパターンだ。グータグータグータ、おおまあ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 、いやいやでも安定ピルって嬉しい、まあ、はい、ありがとうございます。さすがです。いやーおめでとうございます。さすがベスト8です。いやいやいや、これからも頑張ります。なんか最後にあの僕らのチャンネル見ててこれが面白いかったとかなんかあったら教えてくださいよ。そうですね、なんか記憶にあるあんまりないから動画とか。いやでも全然対決もそうですし、はい、もう全然コラボとかもそうですし、はい、他にはやっぱないところだと思うんで。ありがとうございます。いろんなところとコラボしていただいて、はい、ありがとうございます。動画をあの引き続きよろしくお願いいたします。はい、またいるんで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次の方いきますか。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。これ全員やる結構大変です。結構時間かかりますね。結構時間かかる。もうちょい巻いていきましょう。巻いていこう。はい、じゃあ次の方お願いします。今日はですねもう一日中一緒にいましたね。はい、よろしくお願いします。何さんですか、あのお名前の方から。パープロメンバーディオネ。ディオネさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日いかがでしたか。今日は、予選16位。えっ、すごい。これより上。え、何パーセント？ 93? 93%。え、待って、去年なら補欠入ってます、ね、本当ですか。やっぱ俺そうだった。去年16位で、ね、去年16位で繰り上げ、繰り上げ準決勝だったからね、俺ね。行ってますもんね、去年。行った行った、16位だった。今日は本当にカラスマに助けられた。え、でもその 93% で行ったんだもんね。いや、94か。僕最後の試合負けたんですよ。あ、え、でもさ、93から94ってその野手の基礎値だとどのぐらい上げればいくの？野手は僕は最終的にもう振ってないんですよ、ほとんど。あ、あの筋力300余って、決勝負けて技術が足りなくて、あ、で振れたら94いけたかなぐらい。筋力がね、しっかり。そうなんですよ、うん、60だか70だかね。だから開始早々譜面厳選をずっとやってました。あ、それね、私もやりました。でもなかなかいいの来なかったです、ね、アイテムが無駄に使っちゃったんで、うん、はいはい、最後まで震えながら試合やってました。なるほど。でもなんかお持ちのね端末がなんか裏技チックな端末がでね、僕がちょっと使ってる端末が、うん、裏技チックなんですよ。倍速表示っていうのがあって半端ないです。球が倍速で飛んでくるんです、うん、時間が、あのお店の時間がもうないんで、負けっていうことですね。はい、もうじゃあ、どんどん引いていきましょう。引いていきましょう。 10% をちょっと、おチャレンジャー、仕掛ける。チャレンジャー頼みますよ。お願いします。でもさ、10% で引けたらすごいよね。いや、これやばいな。いや、でもググったよ。あ、ワンチャン。オッケーです。オッケーです。ピアス、パクさん、ピアス、あー、もう頑張る。持ってる、持ってる、すごい。俺だ、こんなパターンある？俺だから。そう、じゃあ最後この開票はシングルさんにやってもらいましょうね。そうしましょう。はい、ということでまたあの引き続きよろしくお願いします。最後にカズエンドチャンネルなんかどうか、なんかその尺ないですよ、カズさん。もいいや、僕らも対決の小高月 VS マグロ、これは神回だと思う。どっちの方が似てるかのやつですね。ああ、あれね、あの息子も出したやつね。じゃあリンク貼っておきましょう。リンク貼っておきましょう。面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ではではでは、次の方お願いします。うわー、来たよ来たよ。続いて来たのはタッツーさんですね。タッツーさん、こんにちは。初めて会ったのは広島ですよ。はい、今ね、サンフレッチェ広島に所属しているパトリック選手と私がですね出会った瞬間に一緒にいてくれた、タッツーさんです。はい、あの時すごかったね。面白かったです。あれ、俺 あの人見たことあるみたいに言ってね。
はい。まあまあまあいいっすわ。はい。タッツさん、今日どっから来たんですか？神戸から。なるほど、はい。あの時は広島までわざわざ来てくれたってことですね。いやー、休みが取れて、はい、ちょっと一人旅で。はい、なんか、いい思いもしたということで、広島で。まあ、それはまあ動画で言わんがいいかカットしないっす。カットしないっす。聞きたーい。はい、ということで、あのタッツさん、今日イベントどうだったんですか？34位でした。何パーセントですか？91%。 あ、じゃあもうそのぐらいのパーセントの人がもう結構ひしめき合ってたんだね。そうですね、うん、大豪月プラス1、うん、SR のプラス1と須藤使って便所稼いだみたいな、うん、なるほど。そこだけでね80ポイントぐらい入るもんね、はい、うん、でダンジョンの額でまあちょっと上増し、うん、イベント経験でアップとかですね。そうですね、はいはいはい、人それぞれですよね本当に。いやでもタッツーさんって言ったらですよ、我々の動画には毎回コメントもくれてですよ、この前あの一等当ててましたから、プレゼント企画、はい、ありがとうございます。今日ちゃんと iTunes から渡しましたから。おめでとうございます。え、あれ当たった時のどんな感じでした？いやもうちょっと仕事中だったんですけど、うん、LINE 電話出なあかんわって仕事中ですけど、うん、すぐ書き直しますって感じで、うん、当たったよっつって。ありがとうございます。いやまさかさ、このなんか近い人が当たると思わなかったからね。本当っすね、うん、でなんかそれはね明日あの動画で我々のチャンネルで出てくれるということで、はい、50年、はい、やるんだよね。まだあのステップアップ引いてないんで、うん、今日さ俺50年なんかいろんな人に出会ってさ引いてくださいとかあったんだけど、一体すごいのがあって、あの最初の10連目今のあのパープルの日記念ガチャみたいなやつ、ステップアップのやつ、あの10連で風薙ぎとアレフトの PSR 出した。さすがすごいでしょ。さすがっす。なんかもう土下座するぐらいの勢いでありがとうございますって言われたもん。さすがっす。ということでちょっとプレッシャーを与えたんですけど、で僕も 10% で 10% でいこうよ。ガチャル、それはミーさんと同じ方じゃないですか。あワンチャン解放できるから、これできたらすごいよ。おお、解放できるんじゃないですか。できます。ありがとうございます。全然嬉しいです。ありがとうございます。あの最後にカズエンドチャンネルなんか思うこととか、なんかこういうのあげてくれとかもしあったら教えてください。いやーでもやっぱり暁の SS1 ですよね。あれもうちょっと興奮しました、ね、あれは私の力じゃないんです。いやでもあれはやっぱいろいろハマってましたね。ぜひともまだ見てないっていう方はですね、見てください。はい。これ結構巻かなきゃいけない系。いや、マジで、マジでそれは。次行きましょう。じゃあ次行きましょう。はい、すみません、ありがとうございます。ちょっと、得しきりで頼むわ。それでは次の大方、お願いいたします。なぜか私がですね、あの進行の妨げということで、降格いたしました。いや、もう前置きがすごい長かった。お疲れ様です。お疲れ様です。お名前の方。タニポニョと言います。タニポニョさん。はい。初めまして。初めまして。ありがとうございます。ございます。今日イベントどうでしたか？今日はですね、88% しかできなかったんですけど、はいはいはい、あのずっと波動高校に負け続けるっていう。マジか。そこで7500ぐらいで、もしかしたら優勝までいけたら、2、3行ってたね。もしかしたらそのタッグの兼ね合いで、うん、もしかしたら男女だったかなみたいな。確かに感じですね。しかも93の中でもスピード勝負でいけた可能性もありますからね、本当に。まあ、友達が大体友達なんですけど、はい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 、同級生なんですよ。はい。でまあ友達と昨日の夜から一緒にデッキ考えたりして、いい話ですね。まあ、彼がすげえいい話ですね。準決勝に出れてよかったなと。俺はもう迷惑でしかなかったから。夜中の2時にうちに来るんですよ彼は。彼は迷惑でしかない。もう嫁も息子も寝てるんですよ。まあでもあれがやっぱいい思い出になりますよね。サクセスしてない。さあ引いていきましょうか。はい、お願いいたします。僕もじゃあ 30% のガチャを引きたいと思います。いいですね。途中から PR でってか言い出すんじゃない後の方。おえ、グタグタ打ってない。おーあー、残念です。持ってますか？持ってない。え、持ってないの？持ってない気がする。ウッディでしょ、ウッディ。わからないけど、まあ、いつか使えるかも。はい、いつか使えるかもしれない。いつか使えるかもしれない。させてあげてください。はい、ありがとうございます。カズエンドチャンネルのアーダコード教えて言ってください。今回、前回の
甲子園大会の動画とかいっぱい見たんですけど、はいはいはい、まあ、次 の、 その多分年末あたりにまたこういう甲子園大会があると思う。そうですね、そうですね。じゃその時までにちょっと頑張ってほしいな。わかりました。エネルギー貯めておいてください、意志と。そうですね、意志はね、そうですね、僕ね、意志たまんないっす。すぐ使うんで。まあでも僕もしっかり貯めておくんで、また甲子園大会の時ご視聴お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次の方行きましょう。こいつはでもさ、トーク、はい、思ったけど、俺の尺とトークの尺変わんないぞ。変わりますよね。変わんないよ。全然変わりますよね。あんま変わんないです。あんま変わんないです。じゃあもっともっと高速で行きますよ。じゃあもう残された方たち尺ないですよ。大丈夫です。大丈夫です。じゃあもう引くだけにしよう。それでは次の方、じゃあお願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。何さんですか。はい。本名が。本名。本名。下の名前で。はい。楓って言われる。おさち。私たちの知り合い、知り合いというか、はい。たまにあの我々のチャンネルに出る、はい、あの後ろの方で作業してる子とか 見えたりしません？あー、あー、はいはい。彼、おさち。楓って名前なんです。そうなんです。お願いします。何かないやと思ってですね。どうでした今日のパワープロチャンピオンシップスの。今日頑張ったんですけどね、しきちゃん彼女で連れて行ってたんですよ。で、アイテムがお守りとの病気とか治すやつ持って行ってたんですけども、いやどうも3回くらいやったんですけど、全部クリスマス間に合わなくて、これまずいなと思って。お守り、僕の前それ彼女の作り方教えてやるよ。もう教えてください。まああとね、今日夜長いんで一緒に行きましょう。どこ行くの？どこ？ナイス。うわー、俺速攻で寝るからな、今日。タッツーさんもいるんで。タッツー持ってるからな。まあまあそんな話は本当に尺持てないです。パーセントは 74% 波動に負けました。あ、波動拳やっぱ波動なんですね。波動がやっぱり打てないんですよ。そうですね、その方多かったですね。ちゃっかりチャンスしか選べないっていうのもあったり。はいはいはい。打てないあれ意外とホームラン狙いじゃなくて開いて打つと良かったと思うよ。みんなやっぱりいつもの癖でさ、ホームラン狙いに行ってたじゃん。爆速も打てなくなかったじゃないですか。うん、爆速重たすぎます。そうですね、なんか変わった気しますよね、あれ。アップデートなんか変わったとか、はい、じゃあまあすいません、それではお願いします。レッサルガチャ券、はい。何狙いですか。いや、もうそんな小豪月ですよ。小豪月じゃねえ。解放目指していきますよ。確定でございます。確定。確定。でもどうせなら復刻キャラ欲しいよね。欲しいっす。安定安定。おお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 お神とかじゃない。いや、イベキャラの名前は変えらんないっすよ。変えてたか。いや、でもすごい。はい。ちなみに神とかお持ちですか。僕も当たったんですよ、サルガチャ券で。おお。何かねえんすよ。そうですね。嬉しいです。ありがとうございました。じゃあ今日夜楽しんでくださいと。はい。またよろしくお願いします。あ、カズエンドチャンネル。肌こうで。カズさんとトップさんの雑談結構好きなんで、続けてほしいのと、リアクションは大事にしてほしいと思います。了解です。トクのリアクションだね、これは。トクさんのパワープロにほんまに面白かった。ガチャ。皆さん多分思ってると思うんで。わかりました。これからも頑張っていきます。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ続いての方いきますか。いや、俺はちゃんと尺巻いてやろうとしてんのに、俺が毎回かぶせて質問してるのカズさんですから。でも、俺さ、今時間見たけど、俺の時よりやっぱトクの時の長いから。いや、それはないです。いや、でもそれは MC がちゃんとやらなきゃ。はい、次の岡田お願いします。はい、どうも。はい、来ましたね。お名前の方お願いいたします。ヒロです。ヒロさん、はい、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。楽しかった。楽しかった。で、EXILE ね、チューチュートレイ。ヒロさんですね。今日イベントどうでしたか。僕はちょっと波動で2回負けちゃって。やっぱり波動。 83% で、はい、209位でした。はい、やっぱり波動なんですよね、はい、その後リベンジでちょっと個人的にやって、一応92までは、はい、おお。だからやっぱりあそこのタイミングでさ、しっかり残せるっていう人たちは本当にやっぱりそれなりの力持ってるんだよ。だと思います。運だったりさ、はい、いろんなのも含めて、
だそれだけにやっぱり一発目でこけて、うん、2回目で 94% だから出したトモさんって本当にすごいよ、すごいよ、俺本当にすごいと思いましたね。今日ちょっとトモさんに挨拶言えなかったら心残りだな。そうですね。まあでもヒロさんにお会いできたということで、いやありがとうございます、楽しかったです。はい、それでは聞いていきましょうか。はい、じゃあ僕はあの角田リアちゃんをちょっと狙っていきたい。それはめちゃくちゃ嬉しいっすよ。でもやっぱりさっきの神田が結構嬉しい。いきます、嬉しいっす。やっぱ安定するだけでも嬉しいっすよね。そうだね、じゃあ安定しよう。頼むぜ、安定しよう。安定ゆうのゆうのゆうのそうです、ありがとうございました。ありがとうございました。でもさ、今出ないんだよね、普通には。SR ガチャ券とかで出るキャラなんですね。そう。嬉しいっす。嬉しいっす。全然嬉しいっす。ありがとうございました。あの、風のチャンネル、まだこの。僕はですね、徳さんと、カズエンドさんのサクセス対決がまたちょっと見てみたいなと思います。おぉ。はい。やっぱり、全然やり方違うんかなと思うんで、はい、喧嘩になりますから、ね、あの動画で出してないところでもう傷の2つやね、もう何針か縫ってますから、はい、ぜひ楽しみにまた見させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは次をお方いきましょうか。もう本当にとびっきりの方来ましたよ。おお、なんだなんだ、なんて書いてあるんですか。趣味は、え、29歳なの。本当か、28歳なるほど。え、それはどう引いてくんですか。もうちょい上かと思ったよ、俺。もうちょい上かと思ったよ。趣味はこぎし作り、29歳。TT さんでございます。TT です。え、TT さんって、はい、あの、よくコメントとかで見る TT さん。そう。俺、今知った。え、プロ YouTube ウォッチャーやってます。いや、あの TT さんですよ。しょっちゅうコメントくださる。だいたいコメント見るよ、あのシングルさんの生放送とか見たりさ。そうですね、今一番熱いコメントしてくださる方 TT さんです。ベイファンだったよ、今熱いよ。コメンテーターですね。ベイファンも熱いよ。ベイファンも熱いです。何聞いたらいいんですか。斉藤さんも熱いよ。もう SR ガチャ券しか残ってないんで、あの、巻いていきましょう。はい、ありがとうございます。SR ガチャ券の方、じゃあお願いいたします。え、これ2個あるな、2個引いたらいいの。1個でお願いいたします。安定か。なんで TT なんですか。 TT ですか。もう普通に自分の名前の頭文字ですか。僕全く TT ではないんですけど、あの、おお、まあこれでも PSR 解放いきますよ。あ、滝本の TT ですね。なるほど。どういうことだ。滝本って下の名前なんだ。はい、タロー。あー、TT だ。TT です。繋がったわ。うまくまとまってきた。うまくまとまったわ。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に僕らのチャンネルに何かありますか。ゼロ更新で。ボーボーさん見てる。誰やねん。ボーボーさんもよくコメントを見るから。あ、ボーボーさんで、ボーボーさんで。ポポさん。プロ YouTube ウォッチやってるんで。新しいそうだよ、特。パワープロ YouTube 応援会募集してます。嬉しいっす。みんなで普段どんなカズさんとックさん応援しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。僕はですね、あのいろんな人のいろんなチャンネルがもっと盛り上がってほしいと思ってるんですよ。アキさんしかり、ネモさんもリョウさんもね、みんながもっと盛り上がってほしいんですよ。その一人でいたくて、たくさん見てあげてください。配信する人だけじゃなく、見る人ももっと盛り上がっていきたい。 ありがとうございます。そうですね、募集してます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。 TT さんだと思わなかった。そうなんです、 TT さんだ。嬉しいですよ、だから本当に会えて。それでは次の方、はい、お名前の方をお願いいたします。はい、グータラネズミと申します。グータラネズミさん、グータラネズミさんってか、まあ、今日ここにいる方ほとんどそうなんですけど、あのよくコメントくれる方です。もう見るよ、グータラ。だから本当にそれがやっぱり嬉しいですね。うん、何か今日チャンピオンシップどうでしたか。いや、もう甲子園優勝したんですけど、はい、65% でした。あ、いや、どういうリアクションしたらいいんだ。大豪傑使ったけどってこと。あ、そういう意味じゃなくて、あの甲子園決勝優勝までしたのに 65% までしかいかなかった。そういうことか。見てないです。なるほど、そっちパターンか。やっちゃったパターンですね。だからそれは僕
ぱりさ、俺らがというか僕が先陣切って、やっぱりそういう方たちがね、どうやったらパーセント高くなるかっていう動画を公開していこう。そうですね、うん、そこは反省点にさせていただきます。ただ今日もうラストのエサロガチャ券なんで、どうぞ行きます。マジですか？お願いします。期待しますよ。では引かせていただきます。お願いします。いいね、ラストっす。この新しい感じの企画。あ、ちょっとごめんなさい。お、頼む、ラストだよ。激とも、激とも。お、きたー。マジで、マジで。いや、さすが。いや、俺さ、お前持ってるわ。え、でもさ、一番最初暗転したんだよね。いや、お前持ってるわ。すげえよこの確率。最近こんなんばっかだわマジで。いやお前これ持ってるよ。いやでもありがとうございます。ちゃんとお前 PR 後ろにマジで欲しかったんだ。 PR 大丈夫博士図を使って解放して食わせなきゃダメだ。間違いないですね。プラットまでお願いします。いや本当に嬉しいです。白菜マジで欲しかった。ありがとうございます。最後になんかカズエンドチャンネルに一言お願いします。一番面白かった動画はブレインの5人タッグで、カズさんが初めて SS 作られた時の動画なんですけど、懐かしいですね。まあ、ちょっとその時のカズさんのプレイプレイを見てあげてください。でも俺もちょっと一回振り返ろう。あの時とはやっぱりもうちょっと変わっちゃったよね。リベキャラも全然違いますよ。ちょっと初心に帰る意味じゃないけど、ちょっと立ち返るわ俺。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか？いや、いろんな方に出会えて、いつもコメントくださる方に出会えて、いや本当に嬉しいです。いやなんか俺はですね、嬉しかったよ今日は。そうですよね。いや本当そこっすね。トップ上がれなかったですけど、本当に嬉しかった。でもやっぱり一番の目的ってね、いろんな人たちに出会うっていうさ、会うっていうことじゃん。そうですね。日頃の感謝を伝えるってことだったじゃん。はい。そういう意味では満点だよ。そうですね。うん。満点でございます。満点いただきました。ありがとうございます。まだね、札幌であったり福岡であったりお会いしていない方々たくさんいらっしゃいますので、そうですね、そういう方々と会えるようにちょっとやっていこう。はい、今後も頑張っていきましょう。はい、じゃそんな感じでありがとうございました。あと最後もう一回シングルさん出てもらって、うん、白井のあの PR 解放だけそうやってもらう。いや本当に何これ。いやお前すごいわ。最近マジで。どうぞ。あ、シングルさん PR1 枚しかないですけど、ここを気持ちよくプラス1にして動画締めさせていただきたいと思ってるんで。わかりました。自分のチャンネルで開放音を使ってない分、ここで、しっかり開放したいと思います。ありがたいっす。 PR ですよ。いや今上にいますよ。上にいます。はい、はい、集中集中集中っす。やる気ねえな。はい、頼んます。行かしてもらいます。お願いします。おお、プラミ。そこ行くんかい。すいません。え、なんで PR 大丈夫博士の使わなかったの。使わせないでください。じゃあそんな感じです。はい、シングルさんで始まり、シングルさんで終わる、そんな動画でございました。皆さんね、ぜひともシングルさんのチャンネル登録してあげてください。ありがとうございます。結構面白い動画上げていらっしゃいます。我々も応援しております。共にやっていきましょう。楽しんでいきましょう。そんな感じで、また動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。チャオ。ありがとうございます。